パスタイムご近所写真へようこそ。なんと20番目になるんですね。今日は高原にて、もう猛暑が続いておりますので、コロナ禍のオリンピックの中の夏でございますね。皆様どうお過ごしでございましょうか。高原でのモノクロ写真ですけれども、涼しくなったらいいかななんて思いつつ、撮っております。この高原というのは、まあ、あまり名前は出しませんけれども、そうですね、おそらく10回ぐらいはあの歌を歌いに行ったというそういう場所なんですね。まあ、あのキャンプ場っていう感じなんですけれども、まあ、実際はあのテントをもちろん張ることもできますけれども、宿泊施設がありまして、まあ、あの自然の中で、ゆっくり時間を過ごせるっていうそういう環境の、場所です。まあ、ご覧になっている方は あそこねってこう、すぐに分かる方もいらっしゃるんじゃないかなと、思います。実はあのこの場所であの出会った方々っていうのは結構あの多くてですね、もう当時若い人たちがその来てることが多かったわけですけれども、今ではすっかり、大人になって、大人になったそんな人と出会うこともあります。なんか確信に触れずにいろいろ説明するっていうのは怪しいといえば怪しいですよね。なんかはっきり言えという言葉が聞こえてくるような、モノクロの写真でこの木のような姿ってなんか綺麗ですよね。あのモノクロ写真で自分が好きなところは、まあ自分が撮っているイメージとは違うものが、こう出来上がってくるっていうのがありますね。これはあの最初わからなかったんですが、トンボですね。トンボの両羽の先っちょが黒くなって真ん中に本体がいるっていう、もうちょっと明るくね撮れればいいんでしょうけども、まあとにかく、まあ、こうやってご覧いただいてる割には雑な性格の私でございます。そして例によって例のごとくこういう廃屋系が好きだっていう、これはそのうちもうそのうちっていう年齢じゃないか、ちゃんと精神鑑定をしてもらった方がいいのかも知れないですよね。なんかあるんじゃないだろうかなと思います。このモノクロの写真の好きなことの一つはこういうあの水に映ってるこの光っていうんですかね、こういう綺麗ですよね。もうもはやあの何かを撮っているというよりはこう全体の光の感じを見るという、そう言いながらこの写真は完全に何かを撮っているバージョンでございますね。きっとあのこの撮っている本人的にはって、まあ、僕ですけれども、あの木が湖に映ってるところを撮りたいと思ったんでしょうね。なんかあの左の妙な木が、まあ、アンバランスといえば、おお、これは実はですね、当時私が乗っていたあのドイツ製の、なんていうんですか、車でございまして、あの最後この車はあのリアの窓を開けると、そこから煙が出始めまして、乗らなくなりました。この写真を見ると知ってる方はやっぱりなっていう感じがすると思います。名前はアナナナナアナナナナナンっていう最後のアナナナナナンっていうところはちょっとあれですね。そういう場所なんでございますけれども、とっても美しいところですよね。そしてやっぱり高原っていうのは何でしょうかね、まあそんなに都心から距離がめちゃくちゃあるというわけでもないんですが、やはり数時間ぐらいはかかるわけで、やっぱり自分の普段の生活のいろんなこう身にまとってたものを一旦横に置いて出かけてくるっていう、そこのなんかステップからやっぱりこういう高原っていうのは始まっていくんだろうなと思うんですよね。このですね写真も初めなんだかわからなかったんですね。
これはあの焚き火ですね。夜のキャンプファイヤーの焚き火を近接で撮ってるっていう、そういう写真ですね。焚き火、まあこういう、なんというんですか、僕みたいなこのあまりものを考えずに写真を撮ってる人にとってっていうか、考えないから撮れてるんでしょうけど、もう勇気がありますよね、シャッターを押すのに。とにかくここだと思って押している、これは誰かなんでございますが、このそれこ そ, その焚き火の光を映しているそのほっぺたなんですよね、そんなものを撮っている私です。この方は空を見上げている、星が綺麗だったんでしょうね。焚き火焚き火焚き火、火は本当に不思議で、火があるとやっぱりなぜか人はそこを囲んでいくと、まあ、最近私はその焚き火理論とでもいうものにいろいろ感銘を受けましてですね、自分の中の一つのこう、指針というか、指標というのか、考え方の、大切なことにしてるんですね。でそれはどういうことかっていうと、なんかどうしても自分の趣味趣向考え方、そういうもので、グループができるんですけれども、でもその細分化したグループっていうのももちろん楽しいわけですが、でもその逆にいろんなタイプの人たちが一緒にいるっていう、それがある意味社会そのものなんでしょうけれども、なんかそのどんどん細分化していく社会っていうのが、それで果たしていいのかなっていう気がしまして、この焚き火の周りにみんながこう集まってくるみたいな、そんな感じの、こう集まり方っていうんですか、そういうものをもう一度僕らはこう見直してもいいんじゃないかなと思うんですよね。ある意味ゆるく集まらないとできないんですけどね、これは一緒に行っていた、妻と愛犬のブギーです。実は今日は7月30日なんですけれども、明日の7月31日、5年前、ブギーは亡くなったんですよね。もう5年も経つ。なんか生きてるっていうのは嬉しいことでもありますが、悲しいことでもあって、でも悲しいっていうのは、それまでの例えばブギーで言えば、ブギーとの暮らしが本当に豊かだったからであって、悲しいと、それから嬉しい、あるいは美しい、そういうものってやっぱ裏腹に存在していて、どっちか片っぽだけだと存在しないようなものなんだろうなって、そんなことをこう思いますよね。ですから、涙したこともたくさんあるんですけれども、でもその涙したことと喜びと、それらがこう入り混じって、だんだん自分にとってのかけがえのない色合いになっていく。そして振り向いてみれば、こんな感じでその暗闇を背にしたとしても、何かこう光を受けている、お花畑を見つけられるような、そんな気持ちになることがあります。実は今日はこれらの写真を選びながらですね、ふとこう戦地になってしまいまして、大丈夫かなと思って、なんか自分の昔の心をこう探るみたいな面もあるわけじゃないですか。ですから、このご近所写真をやりながら、だんだんこう僕の心がですよ、なんとなくこう、なんと言うんでしょうか、うわちゃんとやっていけるんだろうかなどと思ってしまう今日この頃です。今日もありがとうございました。さよなら。